本人的にもあれっていう感じだったんでしょうね。この子先行への熊周一プロということになりました。がっちり握手をしてゲームスタートとなります。でも3本目ちょっとアンラッキーな感じがしましたけどね。でもこれは馬場選手ぜひともハットトリックで猪熊選手にプレッシャーをかけつつ試合を進行してほしいですよね。ワンハンドスタートと全く同じところに当てましたね。そうですね、そうですね。ここからどうなるか。ちょっと上に外れて82。馬場選手チャンスじゃないですかね。ハットトリックで今、猪熊選手はブル、このラウンドが来るまでは3本かな。はい。外してるんですけど、はい、あの6ラウンドフィニッシュはできるんですよ。はい。ただその後攻の場合は6ラウンドフィニッシュ先行がするのを想定すると5ラウンドフィニッシュしなきゃいけないと。その外れ方自体もギリギリ2本までですよ。これで今馬場選手は367点なので、はい、もう次のラウンドでフィニッシュ圏内まで行くことはもうできないってことなんですよ。そうですね。どれだけ先行にが有利なのかっていう話。ここでハットトリック。もうこれで馬場選手ハットトリック出しても同じだけこう削られると点数取られるとやっぱり先行が先にフィニッシュを狙う、そうフィニッシュトライをできるっていう。点数はわずかに少ないんですけどもね。そうですね、結局はってことですよね。このままハットトリックだと上がりの最終形100点ということになりまして、はい、ブルのみで上がれると。まあでもこれはここでハットトリックでプレッシャーかけたいですよね。そうですね。いやまあでもいいんじゃないですか。ブルシングルブルなんで、はい、猪熊選手はブルに19ダブルじゃないですか。19ダブル好きそうですよね。そしてした。ああ決めてきました。好きそうですね。まずは1レグ目猪熊選手となりました。はい、いやちょっとこうま2人とも硬くなってるのか決勝だからっていうことなのか分かんないけど、ね、まあでも今の6ラウンドフィニッシュですよね、うん、まあまあでもそうですよね。それ考えたらすごいそれ考えるとなんかもっと2人ともすご普段はすごいだろうなってい う, う、はい、イメージで喋ってしまいました。猪熊選手のねその準決勝の試合を見てるとね、確かにそうですね。準決勝すごく良かったですからね。スタンダードクリケットは馬場義久プロ先行です。2マーク2マークスタート。これ
は高校のエントマフランラッキーですよ ね、チャンスですよね。トリプル20もう一本いく、トリプル20セブンこれはいいスタートを切れました。続いてババプロ19、でもこれは19、1本目からクローズいかないんだ。1本加点してからということなんでしょうか。もう1本いきます。19、いや、なんか落ち着いてますね。さっきの準決勝はちょっとこう熱くなってというかこう、はい、ね、なんかこう熱い感じがしましたけど、今ちょっとすごい冷静な感じしますよね。ここで12点差、12点リードしています。瀬野熊プロ1本目でクローズか。18いくんじゃないですか。もう一回いくのかな。そうですね。まあ、物理的にやっぱダブルの方が面積が大きいので、はい、でもまあ好き嫌いもありますからね、ダブルってその場所によって。なんでまあ18ダブルとか N コマ選手割と得意なんじゃないですか。ここでセブンマーク、セブンマーク、コンスタントセブンマークは取ってますけどね。そうですね。ただなんですよね、やっぱり20点っていうのがでかいんですね。これもトリプル入れられたらきついですよ、これ。もう1本。わー、このナインマークは素晴らしい。そうですね。馬場選手、2マーク入ってるだけに、そうですよね。もう頑張って点数入れるぐらいなら、1本ピッっていうのはありじゃないかなって思うんですけどね。もうちょっと遅いですけど。ここまで来てしまう。そうですね。ここまで来るともう遅いですよね。シャドーマー。本当7本じゃないですか。はい。だけどこんなに負けてるんですよ。60点も差がついてるんですよ。20に切り替えました。ね、こだわらないですね。フォーマークス。120点差です。スタッツ的にはそれは変わらないですか、ね、そうですね、変わらないか、ちょっと馬場選手の方がいいかもしれないですよね、はい、ずっとセブンマークなんで。フォーマークス、フォーマーク、56点リード。エノクマプロ16ダブルでピッピッとトリプルいきましたね。そして15、もう言うことないですね。ここまで来てしまうとなかなか難しいですかね。そうですね、もう71点差はきついですね。スリーインザブラックじゃないと点数は回れないですね、はい。スリーマークス、ダブルスリーマークで、はい、エノクマプロがブレイク、はい、3レグ目はエノクマプロが先行のクリケット。来るか、決めてきた。これで2対0、ゲームシャー。今日強いです、強いですね。なんかこう浮き足だった感じもなく 6.0、 はい、浮き足だった感じもなく冷静にただダーツを投げているっていう感じがすごくいいですよね。Third leg. Game on. エノク
間プロ先行の3レグ目スタンダードクリケット。なんかあれなんですよね、ダーツプレイヤーがこう何かに例えられてこう強いって言われるので、はい、何が一番褒め言葉かってちょっと考えるんですけど、はい、やっぱロボが一番褒め言葉じゃないですか。そうです、ね、ロボみたいっていう、はい、今日は江ノ駒選手なんかロボみたいですよ。確かにそうかもしれないですね、うん、正確無比。そうですね、ミスしないみたいな。5マーク。馬場選手も頑張ってるとか結構入れてますよ。そうですね、はい、マシーンですね、うん、9マーク。ほらロボに見えてきたでしょ。ウィンウィンって音してそうですよね。ウィンウィン。ぜひ全部全部入れてほしい。いけ、もう一本。うわ、ナイスですね、素晴らしい。いや、素晴らしいですよ。あそこでやっぱね、ナインマークでひっくり返されたにもかかわらずですよね、セブンマークでしっかり点数を稼いで、そして20に戻るか。セブンマーク、セブンマークも大きい。ロボですよ。文句のつけようがありません、はい、もう本当馬場選手頑張れ。来るか。スリーダベッド。ここで12点オーバーした。なんか日本人はやっぱこう負けてる方を応援したがるらしいですよね。なるほど、それ国民性ということ。国民性みたいですよ。おおロボロボロボ、これはすごい。いやいや大丈夫大丈夫、うん、うん、ここでオープン108点リードしています。江ノ駒プロ16。ここで3マーク。ここまで点数の差があるとやっぱ20のクローズもいけないですよね。でこれスリーナベット出しても302点なんで、はい、全然勝てない。そうですよね、点数上回れないですね。でもそのタイミングを作らなかったってことですかね。そうですね、もうタイミングがほぼほぼなかったですね。江ノ駒選手のやっぱりショットの正確さがすごくね際立ったゲームですからね、これね、うん、行くタイミングなかったです。あー、来た。決めるか。ウィナー江ノ駒秀一リンチャーウィナー。ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ17宮城ジャパン優勝、江ノ駒秀一プロでした。おめでとうございます。それでは優勝されました江ノ駒秀一プロに一言いただきたいと思います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の決勝戦馬場プロとの一戦ですがいかがでしたか。いや、2人で決勝をやろうっていう話を16抜けた後に言っていて、いざこう実現したら2人ともめっちゃ硬かったっていう。めっちゃ楽しかったですけど、まあ次はもうちょっといいダッツ2人で打ちたいなって思いました。すいません。
まあ、1レグ目本当にお二人でこう硬いなっていう感じは見ていても受けたんですが、その後からはちょっと2人ともこうスイッチが入ったなっていう感じの決勝戦だったと思います。江ノ熊プロ、まあ優勝されました。自分のダーツに点数をつけるとするならば何点をつけてあげますか？いや、優勝したら100点でしょ、やっぱり。ここで、まあ、自分はこの優勝を決めたなっていうポイントもしあれば教えてください。2レグ目始まった時にババプロより自分の方が早くメンタルが整ったかなってところで、これいけるかなって思いました。はい、ありがとうございます。では最後に応援してくださった方々に向けて最後メッセージ一言お願いしたいと思います。初優勝したのも宮城だったで、今日は何か持ってるかなと思って臨んだら優勝できました。応援ありがとうございます。おめでとうございます。ジャパン優勝、江ノ熊秀一プロでした。